施してのシーズンを迎えます。ワンボールツーストライク。三遊間ショート深いところを使いました。一塁への送球ですが佐野が駆け抜けました。内野安打。こういうバッティングが、まあ、今シーズンのある意味特徴というか佐野の一つの姿。レフトへ風が逆ですがどうでしょうか。見送っている。入りました。ホームラン。レフトのサンタナがもうほとんど追わずに見送っている状況。風がまあ中間方向から吹いているバッターにとっては逆だったんですが、宮崎昨年は20本塁打。このオープン戦でホームランを放ちました宮崎です。宮崎のオープン戦は第1号ホームランということになります。3点を取りました。スリーランホームラン。まあ、ライナー性の打球。このシーズン中の風、左から右の風だと、まあ、打球が伸びるコースに行ったわけですけれども、三遊間サードの右を破った。この試合でもヒットを打ちました渡来隆起。レフト前のヒット。ノーアウトランナーが一塁です。アウトコースのボール、これはしっかりコンタクトしました。やや高めのゾーンではありました。第1打席はセンターライナーでした。今度は右中間、風は逆です。ライトの頭の上越しました。ワンバウンドでフェンスに当たった。渡来は抜けたのを見てからスタートを切って三塁ストップ。オースティン二塁へツーベース。オースティンらしい打球でライトオーバー。逆風だったんですがライトの西川の頭の上。そしてファーストはオスナという内野陣。ボテボテ三遊間ショートの前だ。村上が掴んだ。バックホームはできない。一塁に送ってアウト。これで1点追加。まあこの通常の守備位置を取っている相手の守りですから、この佐野の打球でもう十分です。もう1点取れる。そうこのセンターへのフライでいい形です。オースティンもゆっくりとホームに帰ってきました。スワローズもバックホームは全然できませんから、これで5対0としました。2アウトランナーなしで第1打席スリーランホームランの宮崎です。今度は右へ西川、頭の上見送っている。ポール際入ったか。入った。ホームラン。今度はライトポール際。宮崎2打席連続ホームラン。いやーしっかりと2点を取った後、宮崎がまた一発で得点を加えるという、なんとまあこういう得点の仕方は公式戦に取っておいてもらいたいというぐらいの素晴らしいベイスターズのこの3回の裏の攻撃です。3点を追加しました。6対0。サイスニートのカットボールですね。真ん中ちょっとコースは甘いんですが、一塁間を破りました。ライト前にヒット。低めの変化球、これは強打。少し崩されながらもうまくコンタクトしています。ツーアウトランナーなし。初球打った。いい当たり。ライセン。さあこれは長打コースになります。石上は一塁を蹴って二塁へ。ボールはライトからゆっくりと石川からセカンド山田に返されました。ツーベースヒット。石上は今日はデッドボール、犠牲フライ。これでライセンのツーベース。いいアピールをしてレフトフライと三振という梶原。初球打ちました。いい当たり。セカンドの右を破った。ライト前のヒット。梶原もヒットを放ちました。バッティング期待されるところです。引っ張った。右中間真ん中を抜けました。梶原もスタートを切って三塁を回ってホームに帰ってきます。楠本は二塁に到達しました。ツーベース。低めに、まあ、ちょっと沈む系統のボールですがうまく合わせました。その実績は輝くものがありますが、さあ伊藤光の打球レフトへ。どうだ。見上げているフェンス一番上に当たりました。ハーフウェイからスタートを切った楠本三塁を回って今ホームに帰ってきました。ホームイン。伊藤光二塁へタイムリーツーベース。もう一伸びという伊藤光の打球でした。今日は渡来は3打数で1安打。あとキャッチャー弾いた。ランナーそれぞれ進塁二塁三塁。これもワイルドピッチ。いや
初球を見事な打球上段に持っていきました。オースティンのスリーランホームラン、オープン戦第2号のオースティンのホームランです。完璧でした。オースティンスリーランホームラン、ホームインしました。これで3点追加して12点目、12対0です。まあ、今日はここまでバッティングの内容はね、決して悪くなかった。いい当たり、ファーストの頭上を破ったライト線、長打コース、井上一塁蹴って二塁へ、ライト西川からセカンド山田に帰ってきただけ、ツーベースヒット。今日はルーキー3人がそれぞれヒットを放ちました。ピッチャー返しセンターへ抜けました、ヒット。さあ井上は三塁蹴った、ボールはセンターからバックホームされました。ワンバット返ってきましたがタッチ遅い、ホームイン、ホームイン。井上二塁から帰ってきました。梶原2打席連続ヒットはタイムリーになりました。センター前タイムリーヒット。キャンバス、あっとちょっとショートとセカンドがクロスしたような形でした。最後はセカンド竹岡掴んで一塁送球しましたがセーフ。まあ、当ててそのままスタートを切るという林が勝りました。内野安打、シュートしていったわけですね。でちょっとこうショートとセカンドの、ね、守備の連携っていうのはありましたけれども、まあこれ、ショート別に特に邪魔ということはありませんでしたから、あの時点で取った時点で内野安打という形